はい、こんにちは、深夜です。はい、じゃあ今日もね、ハンドレッドソウルやっていきます。今回のターゲットなんですけども、鍵です。鍵、初めて出ました、こんな鍵っていう表示なんでしょうと思いながらも入ってみましょう。戦闘力的にはそんなに強くないんじゃないかなと思うんですけれども、今回鍵っていう、なんとも見た感じはただのモンスターしか出てこないんですけれども、なんかボスらしいボスは出てこないな。なんだ、え、これで終わり？そんなわけないだろ。終わりか。手鳴らしてもするか。わかった、こいつだ。ちょっとなんかそれっぽいやつが出てきましたね。多分こいつで間違いないでしょう。サソリに似たようなやつ。まあ言うてそんなに強くはなかったので。死を恐れる。死ぬ資格はない。こんなところかな。これだから戦いはやめられねえ。はい、終了。言うてそんな強くなかったですね。